キャッチーな音楽やハイレベルなダンス、そして何よりストイックに努力し続ける姿などから世界中で人気を誇る K-POP アイドル。日本と韓国は地理的に近いこともあり、K-POP アイドルが来日する機会も珍しくありません。日本のテレビでも推しているアイドルの姿を見ることができれば嬉しいですよね。画像、ランキング27位から1位を見る、そこで今回は、 日本の音楽番組に出演してほしい K-POP 男性アイドルはというテーマについて考えてみましょう。まずは編集部がピックアップした3グループを紹介します。黒丸 BTS 世界トップクラスのアイドルグループ BTS アジアだけでなく欧米でも人気が高く2020年に開催された第62回グラミー賞では k p o p アーティストとして初めてパフォーマーを務めました。さらに2021年にリリースした「バターはアメリカのビルボードホット1 0 0で長期にわたって首位を獲得。また同年、国連総会の場でスピーチとパフォーマンスを披露するなど、まさにワールドワイドな k p o p アイドルとして活躍してきました。2024年5月現在は メンバー7人全員が兵役中のため活動を休止していますが、活動再開の際には日本の音楽番組にも出演してほしいですね。黒丸セブンティーン。2015年にデビューしたセブンティーン。13人のメンバー、そして3つのユニットで構成された一つのチームであり、13、3、1、すべての数字を足した17をグループ名としています。そんなセブンティーンは、 ファンからセブチの愛称で親しまれてきました。セブンティーンの大きな特徴は楽曲制作やダンスの振り付け、ステージ演出などをメンバー自身で手掛けている点。その姿勢から自主制作アイドルとも呼ばれています。2023年9月から12月まで日本でドームツアーを開催していた彼ら。その余韻が残っている今、 日本の音楽番組で見たいと思う人は多いのではないでしょうか